は、こんばんは、はるけです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなと思います。今回も新メイトの選手を新しく追加をして更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。今週に関しては TOTT、 そしてフッティズチーム1の選手たちを主に、ね、追加をしてます。まずは D です。 D はですね、こちら新選手としては TOTT のアランブル、そしてカディオグル、この2名かなを D ということにしてますね。で、また避けた選手も何名かいまして、TOTS の一幕ジョルディアルバだったり、あとはファンタジー FC のマートセン、あとはショーダウンのアレクサンドロとチルウェル、でまたライブ TOTS ロビンソンかな、まあ、これの選手たちを、まあ、前回 C だったんですけれども D ということにしていますね。で、まずは新選手としてはアランブルですね。コパアメリカの選手になってますね。やっぱりね、まあ、ドリブルはしやすいし、ペースも速くていいんですけれども、冷静さ、かなり低いという風なことが厳しいですね。このドリブルの能力とスピードがあるんだけれども、ちょっとこう使用感があまり良くないという風な選手、プレスをかけられてしまうと、まあ、重くなったりとか遅くなったりとかはしてしまう選手になりますね。またパス面に関しても、特にスルーパスはちょっとまあ微妙という風なところと、サイドチェンジっていうのはちょっと引っかかりやすくなってしまう選手にはなりますね。まあサイドバック選手としてエアリアのプラスついてるのは、まあ素晴らしいんですけれども、予測とかがね欲しかったなという風なところですね。まあちょっと他のサイドバックの選手でいいかなという風な感じですね。で、そして続いてカディオグルですね。 TOTT、 こちらユーロの選手になってますね。この選手もね、やっぱり冷静さが低いっていうのがちょっと残念ではありますね。ただまあこう意外と運んでいくスピードをね時折見せてくれたりとか、あとはクロスに関してもプラスついてますので、うまいというふうなところは素晴らしいですね。まあ、ちょっと、まあ、D ほどじゃないかなというふうに思ったんですけれども、ただ空中戦は結構弱かったりしますので、まあいいところねちょろちょろあるんだけれども、ただまあ普通に別に弱さっていうのもね感じる瞬間は多くありましたので、ちょっと個人的には D ということにしました。で、そして続いては C です。 C はこちら新選手としてはフッティーズアイコンのバレージ、そしてで TOTT オリベラ、この2名ですかね、惜しいということにしてますね。で、また下げた選手何名かいまして、 TOTS の一幕トディボ、そしてペペなんかを入れてますね。また他の選手たちは特にまあ変わりはなく、前回同様 C ということになってますね。で、まずは新選手フッティーズアイコンバレージですね。バレージはね、まあ低身長なセンターバックなんですけれども、遅いですね、足が遅いで、かつドリブルもなんか若干重いっていう風な感じなんで、やっぱり身長ちっちゃかったら使用感はよく当てほしいなっていう風な感じなんで、自分的にはまあかなり強化はされましたけれども、スタメンに入れるほどではないかなっていう風な感じですね。守備面に関してはまあフィジカルもちょっと弱かったりするんですけれども、取り切る力とかはねある程度あるし、インターセプトもねしてくれるんですけれども、まあスタメン級の選手と比べるといいところっていうのはちょっと少なかったかなというふうな感じですね。で、そして続いてオリベラですね。 TOTT コパアメリカの選手になってますね。この選手はね、まあ、センターバック登録なんですけれども、多分 LB かな、サイドバックで使った方が良さは生きるかなという風な選手になります。ただね、まあ、攻撃に上がらせてあげたいんですけれども、ちょっとドリブルがぎこちなかったりとか、反転が遅かったりとかするんで、なんかちょっと使い方に迷ってしまうっていう風な選手ではありますね。で、かつスルーパスもこの人そんなにうまくはなかったり、しますので、守備戦で使いたいてか使う方が多分最適なんだろうけど、ただラピッドクロスのプラスは活かしたいっていう、ちょっとね惜しかった選手にはなりますね。ここのラピッドとかクロスがね、もうほんと守備戦のサイドバックとしては排除し
てブロックとか、まあ、ブルーだとか予測のプラスとかだったらめちゃくちゃ良かったなっていう風な選手になりますね。まあ、ウイングバックとかがもしかするといいかもしれないっていう風な感じですね。でそして続いては B です。 B はこちら新選手としては TOTT、サンチェス、そしてククレジャ、そしてカラフィオーリ、そしてグエイ、そしてムニョス、これらの選手たちが B ということになってますね。でまた下げた選手こちらも何名かいまして、ファンタジー FC のコンパニー、そして TOTS の一幕カンセロ、そしてグレイツオブザゲームアイコンのカンナバーロ、そしてウィンターワールドアイコンのヤシン、であとはメイクヤーマークのキビオルだったりとか TOTS のクンデ、あとバースデーバランですね。この選手ちょっと B ということにしてますね。でまずは新選手としては TOTT サンチェスですね。ダビンソンサンチェスになりますね。まあ決めがねかなり難しいので値段は安いんですけれども、まあかなりおすすめな選手に、コスパはいい選手にはなってますね。この人は加速もねもうちょっと欲しいんですけれども、ただまあそのデカさっていう風なところとスプリントスピード速いのでバレージほど、まあ、スピード面は気にならないっていう風な感じですね。でかつフィジカルも、強いし守備能力もある程度あるという風な選手になりますね。ただまあ取った後ちょっと重かったり、しますし、パス面ですね、視野がちょっと低いっていうのが残念、なので、まあ、守備以外はそこまでいい選手ではないっていう風な感じですね。ただまあ全然ね、しかしその速さとフィジカルの強さで取り切る力っていうのは全然あるし、助けてくれる場面もありますので、まあ値段以上に強さを感じるという風な選手ですね。でそして続いてククレジャですね。ククレジャ、ククレジャもねすごくねいい選手に成長をしたんですよね。今作これが初強化になるんですけれども、めちゃくちゃ化けてる、そういうカードになってますね。特にクロスのプラスがありながら予測のプラスもねあるっていうところは素晴らしいですし、まあ、運ぶ力もしっかりねあると、まあ、スキル号もいいなと思いますね。でこの人ねやっぱりね前線に上がらせてあげた方がまあ良さはね、生きるし、パスがね結構上手いのでコンビネーションもしっかりできるという風な選手になりますね。ただフィジカルちょっと弱かったりとか、もちろん空中戦は結構弱い、負けてしまうので、まあ総合的にちょっと B ということにしてますね。そして続いてはカラフィオーリですね。カラフィオーリもね値段は結構安いんですけれども、まあ別にスタメンに入っててもおかしくはないかなっていう、理不尽さは別にないし、あちょっと どこいんのみたいな瞬間もねあるんですけれども、まあ強くなったカラフィオーリにはなってますね。特に予測のプラスはやっぱりでかいなと、思いますし、ペースもね別にそんなに遅くないっていう風な選手になります。また空中戦もね、強いしフィジカルも強いと、本当に似てるので言うとメイクヤマークのキビオルとかなり、似ていて、同じような使い方、守備戦のサイドバックとして使ってあげるのがいいかなと思う。センターバックはちょっと怖いなっていう風な感じいいですね。そして続いてはグエイですね。こちらも TOTT という風なことになってますね。身長180ちょっとしかないですけれども、やっぱり予測のプラスで、あそれ取ってくれるんやっていう瞬間はありますね。あと結構操作がしやすいですね。やっぱり小柄なセンターバックというか、そんなでかい、ね、センターバックではないので、なんか意外とジョッキーが、しやすかったりとか動かしやすさっていうのは全然ありますね。またペースもね91ありますので、まあ普通に使いやすいなっていう風なセンターバックですね。ただ使いやすくて軽いっていうのがそのまま守備に出るっていう風な選手、軽いけれども要はちゃんとなんか理不尽さ感じるやんみたいなレベルでは、ないので、これでがちょっと B ということにしてますね。でそして続いてはムニョスですね。ムニョス、こちらコパアメリカの選手という風なことになってますね。この人もねなんか惜しかったなと思いますね。特にスピード面ですね。ラピッドとかクイックステップとかがついていれば、まあ、かなりまた評価は変わっていたかなと思いますね。スピードとかねドリブルとかがね結構悪くはねないから、運んでいける瞬間はあるんですけれども、いやけどその理不尽なスピードっていうのがあんまりないので、
結構簡単に横からね追いつかれてゴリッといかれたりとかするんで、それはねちょっと残念やった。うん、やっぱりねクロスのプラスもねついてるし、できるだけこう上がらせてあげたい、フィジカルもそんな強い選手じゃないんで攻撃にね参加させてあげたいサイドバックなんだけれども、そこの運んでいくスピードみたいなんがちょっと物足りないっていう風な選手になってましたんで、まあ、そこだけ残念やったかな。他は、まあ、もちろんねサイドバック選手としてエアリアプラスついてるっていうのも素晴らしいし、パスもね、うん、ある程度うまかったりするので、そこの運んでいくスピードという風な部分がムニョスあれば、うん、よかったかなと思いますね。そして続いては A です。A はこちら新選手何名かいますね。フッティーズからプレミアムカルル、そして目標で来てますリース・ジェームス、そしてこちら目標ですねコパアメリカの TOTT ロメロ、でそしてフッティーズヒーローのマルケス、そしてシーズン目標からフッティーズファビーニョウドジェ、そして SBC 来てましたアケですね、 TOTT アケという風なことになってますね。でまた下げた選手こちらもいますね。TOTS のバストーニだったり、あとは S の一幕ラモスなんかを前回 S だったんですけれども今回 A ということにしてます。でまた上げた選手も何人かいまして、パス・トゥ・グローリーのヘス・ナバス55かなになってオベルも97まで行きましたんで A に上げました。またですねライカールトなんかはミッドフィールダーティアリストでは B ランクだったんですけれども、センターバック起用がおすすめという風なことでちょっと今回からこっちに移して A ランクに上がってます。また96になりましたルクミなんかも A にしてるという風なことですね。で新選手としてはまずはカルルですね。カルルまあ6万ぐらいかな、値段結構安いですけれども普通に使えるセンターバック選手になりますね。まあ RB 起用はねやっぱりロングパスとか、まあ、パス面ですね、がもっと高ければサイドバック起用でも良かったかなと思いますけれども、基本的にはセンターバックを任せてあげる方がいいと思いますね。身長はねそんなにないんですよね、184センチぐらいかな、ごついわけではないですけれども、まあ、軽くて、速くて、意外と守備を取り切れてっていう風な選手になりますね。やっぱりねごつくないからこそ予測のプラスがついてるっていうのは非常にね、いいアップグレードかなと思いますし、インターセプトブロックのプラスもあるっていうこと素晴らしいですね。あとは、まあ、空中性の部分で一応白でねエアレついてるっていうのも素晴らしいし、まあ、パスもね、普通にショートパスはつなげるっていう風なそういう選手になってますね。まあ逆足もね、4だし、非常にコスパで、おすすめなセンターバックにはなるかなと思いますね。そして続いてはリース・ジェームスですね。目標でゲットできる強さではないですね。普通に現環境の中で右サイドバックリース・ジェームズっていう人もいてもおかしくないぐらいですね。全然強い選手になってますね。まあ、予測ね、プレイスタイルあればっていうところと、あとはもちろんインターセプトもね、ないので、そこは残念やったかなっていう。ただまあその2つがなくてもよくやれてる方だなと思いますね。今作インターセプト予測結構守備の選手としては大事かなと思うんですけれども、それがないながらによくね取ってくれたりとかパスカットしてくれますので、あったら本当に化けてたんだなっていうのは思います。で空中戦に関してもまあエアリアルがねないっていうのはまあちょっと残念ではあるんですけれども、まあ、意外と買ってくれたりとかはねするんで、むちゃくちゃ弱いっていうわけではない、そういう印象はあまり受けなかったですね。まあバーセのねジェームズ使用感良かったっていう方はこのカードもうまく使えると思いますね。そして続いてはロメロですね。ロメロこの選手もね正直0円というか目標のレベルの選手ではないというか、全然強いなっていう風な選手ですね。特にやっぱりリアクション冷静さ積極性99は素晴らしいし、予測のプラスブロックのプラスあと容赦なしエアリアル、これ、ね、プラス4つとも自分は結構いいなと、思うんですよね。であとはペースもねそんなに遅くない、別に、呪いなっていう感じもしないし、ちゃんと追いついてくれる場面はあるしっていう。でパスカットインターセプトも一応プレイスタイルであると、でブルーザーもあると、まあパス面ですね、ビルドアップがうまいセンターバックと比べるとそこは不足をしているのかなってのは思います。特にロングパスのプレイスタイルついていたりとかしたら良かったかなってのは思いますけれども、ただ本当に守備者
として取り切るっていう力はね、しっかりありますし、取った後もそんなにもたつかないっていうところもいいですし、まあ普通にこの人最後まで使える選手にはなるんじゃないかと思いますね。そして続いてはマルケスですね。フッティーズヒーローで強化をされまして、まあゴラッソがね、自分は結構使用感が良かったので、まあそっから普通に単純に強化されたなっていう風な選手になります。特にビルドアップかなり上手いですね、パスかなり上手くって、まあ、しっかりこう振り分けるサイドチェンジもできますし、かつそういうねビルドアップ能力を備えながら守備能力っていうのもしっかりね、高いと、フィジカルとかあと予測のプラスがねあるんで、ちゃんとねゴリッと取ってくれるっていう風な選手になります。この人もねそこまで身長は高くないんですけれども、まあ、足をね伸ばして刈り取ることができると、でかつブロックのプラスもね、あったりして、若干ペースがね遅いように見えますけれども、そんなに自分は遅さ感じなかったかな。それこそバレージと比べるとちゃんと加速もスプリント速度も同じような数値になってますので、多分そこがそんなにねペースの遅さを感じないようになってるのかなって思ったりはしますね。まあ、本当にまあビルドアップありきでセンターバック選手を考えてるっていう方はマルケスは結構おすすめですね。でそして続いてはファビーニョですね。フッティーズプレミアム、まあ、シーズン目標でゲットできる選手になるんですけれども、まあ、ライカールドと同じようなキャラクターで、正直ねボランチ選手として見ると B ランクだと思います。てか中盤のティアリストで、ね、B に入れようかどうか迷っていたっていう風な選手になりますね。ただセンターバック起用が、まあ、光るものありますし、特にねインターセプトとかブルーのプラスをしっかりね活かせますので、センターバックがいいんじゃないかと。でまたもともとね中盤の選手になりますんで、パスがめちゃうまでロングパスのプラスもついてるんで、それもねセンターバックからのビルドアップで活かせるっていう風なことなんで、まあなかなかおすすめかなと思いますね。で単純に取り切る力もね普通にあるし、フィジカルも強いし、まあ若干やっぱり空中戦がねそんなに強くなかったりは、しますけれども、まあ総合的にはセンターバックとして見ると A ランクに入ってもおかしくないんじゃないかなと思いますね。そして続いてはウドジェですね。こちらもシーズン目標でゲットできる選手になってますね。特にインターセプト、クイックステップ、ロングパスのプラス、素晴らしいなと思いますし、身長がねそれなりにでかいんですけれども、ドリブルが軽いという風な選手、結構ね細かい切り返しとか、細かいタッチができるっていう風な選手になってますね。またですねスピードもね速いし、結構おすすめになってますね。ただそれこそねクロスがプラスだったりとか、あとはもちろんラピッドプラスとかだったら、なんかより攻撃面に出ていけたのかなっていうのは思ったりしますので、なんかこう足りてそうで若干現環境で足りてない部分もあるっていう風な選手になってますね。ただまあ普通にね守備力もある程度あるし、フィジカルも強いし、で空中戦もねジャンプ99素晴らしいので、まあ全然この人も A ランクに入っていてもおかしくはないかなと思いますね。そして続いてはアケですね、ナタンアケになります。 TOTT で SBC 多分10万ぐらいで作れた選手になるんですけれども、まあ普通に強かったですね。全然強かったなと思います。特に予測のプラスはねありがたいなと思いますし、こちらはやっぱり守備戦の LB として使ってあげるのがいいかなと思います。ただやっぱりねクロスのプラスついてるんで、それ活かしたいなっていうところで、まあチャンスがあれば持ち運んでいってもいいのかなとは思います。結構ねなんか別にめちゃくちゃ重たいっていうわけでもないんで、運べる選手ではありました。なのでまあ時にはっていう、全然いっていいんじゃないかっていう風な感じですね。まあただ個人的にはやっぱりインターセプトがプレイスタイルついていたりとか、ディフェンスフィジカル能力がもうプラス3,4ぐらい高ければよりね良かったんじゃないかなと思いますね。でそして続いては S です。 S はこちら新選手の追加ありますね。 TOTT ルディガー、そしてテオエルナンデス、そしてフッティーズグリマルド、そして TOTT マルキーニョス、これは4名かなを S という風なことにしてますね。また前回からだとパスゴーリーのアラウホだったりとか、あとはジョーゴメスだったりとか、
またメイクヤマーク、カルバハル、ここら辺の選手がですね、しっかりこうアップグレを受けまして、A だったんですけれども、S に上がったというふうなことですね。あと前回からだとミリトンも97になっているというふうなことになってますね。で、まず新選手としては SBC 来てました TOTT、リュディガーですね。まあ言わずもがな、やっぱり強いなと、思いますね。予測がないながらにすごいなと、思います。ただ、やっぱりね、予測があればっていう瞬間はあるんだけれども、それ以外はすごく強いセンターバックだなと感じます。特にインターセプトのプラスね、ありがたいなと感じますし、空中戦も強いと。で、ブロックもしっかりしてくれる選手になってます。で、特段ね、ペースの遅さっていうのは全く感じないですし、フィジカルも強い、ゴリッと取り切る力があるという風な選手ですね。まあ、今後予測をね、備えたリュディガーが出てきてほしいなと思うんですけれども、まあ、このカードで非常に十分だなという風に思いますね。で、そして続いてはテオエルナンデスですね。こちらも TOTT という風なことになってますね。やっぱりこのカードに関してはラピッドのプラス、クロスのプラスがついたという風なことで、攻撃的なサイドバックとしてしっかりこう、なんていうんですかね、理不尽さっていうのを兼ね備えているという風なことになってますね。で、そういう攻撃力を増しながらも守備もめっちゃ強いっていう風な選手になってます。フィジカルで負けないし、加点取る力もあるし、空中戦も強いしっていう。で、やっぱりロングパスのプレイスタイルも一応白いついてるっていう風なところもありがたいので、まあ、すごくいい選手によりなったというか、 TOTS で十分なんだけれども、そっからね、普通に強化されたっていう風なことなんで、本当に攻守ともにですね、ありがたいなと感じる瞬間が多い LB ですね。で、そして続いてはグリマルドですね。こちらフッティーズのカードという風なことになってますね。この人はまあ攻撃で本当に違いが作れる選手になりますね。めちゃくちゃドリブル軽いし、スピードもめちゃ速いっていう。で、パスもめちゃうまいし、で、5-5だしっていう。かなりね、いい選手になります。多分最適は本当にウイングバックとかだと思うんですけれども、まあ、LB として、サイドバック選手として単純な守備力っていうのも、まあ、しっかりあります。高いですね。フィジカルこそそんなにないですけれども、やっぱりそこは予測のプラスでしっかりこう補填がね、できてますし、めちゃくちゃいい選手によりになりました。 S から本当にまた化けたなっていう風な選手ですね。ただ空中戦はまあ変わらずというか、めっちゃ強いっていうわけではないので、そこをね、集中的に狙われてしまうと厳しいものはあるんですけれども、ただ本当に欠点はそれだけ。地上戦に関しては攻守ともに非常にこの人も素晴らしい選手になってます。特に攻撃は本当に素晴らしいですね。そして続いてはマルキーニョスですね。むちゃくちゃ安いんですけれども、まあ S に入ってもおかしくないかなって思いますね。特に取り切る力なんかは低身長なんだけれどもありますし、やっぱり貫通しない力を持ってるし、で、ビルドアップ能力もめちゃくちゃ高いと。ロングパスのプラスも備えてるし、パス面の能力も優秀で、取った後も特段もたつきがないしっていう。逆足さんだけちょっと残念なんですけれども、ただその能力とプレイスタイルで補ってるっていう風な選手ですね。で、空中戦に関しても一応白でエアレルついてますので、まあむっちゃ強いってわけじゃないよ。もともとやっぱりね、身長も低いし、ただまあこの身長の割には頑張ってくれるしっていう風な選手で、まあ本当に素晴らしいなと。9万10万ぐらいで買えるレベルの選手とは思えないですね。こちらがディフェンダー選手の最新版のティアリストになってます。気になる選手に関してはコメントいただければ嬉しいです。で、それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。